樹刀守るとは、5F を保管する目的で、樹刀と練り量を改変して、天平法治3年に設置された、両下官。天平法治8年に起こった、藤原中丸の乱の際には、貢献上皇側の主戦力として、大きな役割を果たした後、天平人5元年に、この F となり、その後大道2年には、左近 F となった。慶雲4年に、樹刀ど練りを統括する。 両下官として、樹と舎人寮が設置される。この時点で、樹と舎人寮は 5F より上格の軍事組織という位置づけを与えられていたが、人紀5年に樹と舎人寮は中 F と変わり、両下官ながら 5F より格上の6番目の F となる。この時点で、樹と舎人は記録から一旦姿を消すが、天平18年に木舎人の名を樹と舎人に改めるという形で、 受党どねりが復活した。この第二次受党どねりの任務は、皇太子安倍内親王の経営であったと言われている。そして、天平法治3年に、第二次受党どねりを統括する7番目の F として、受党守が設立された。受党どねりの性格は明らかではないが、第一次及び第二次受党どねりに共通して、天皇や皇太子に近似して経営などを担う。 役割であり、天皇の主的な敬語兵のような性格を持っていたとも考えられている。またその地位は文官である大ト利の下で武官である、兵衛の上とされている。その出身階層は、軍事層の地方豪族の指定が中心で、兵衛と近似していることが知られている。木戸練については、第二十頭ト利への変更の際の記録にのみ記録が残る存在であり、 より実態がはっきりしないが、その中から起乗するトネリであると思われ、天皇の行行に随伴して、経営と議場を担う存在であったとする説もある。また、受党トネリを組織して、中 F と受党を守るという 5F の上位となる2つの F を設置したことについては、主に2つの理由が指摘されている。1つ目は、5F の弱体化に伴って、それを補完する。 軍事組織が必要となったとする考え方である。当時の衛府の内佐遊泳士婦及び、エモンの府の一部は、地方の軍団から出向させられてきた、農民出身の兵からなっていたが、彼らは、元から戦意が低い上に兵としての素養も乏しく、また本来の任務以外の労役に投入されたり、規定に反して長年月の兵役を強いられることから、逃亡兵が続出していた。 こうして、左右衛衛フトエモンのフが弱体化するのに応じて、左右兵夫が彼らの役割を補完することが必要となり、さらにその穴埋めとして、天皇直近の経営部隊が必要となったとされる。もう一つの理由は、当時朝廷を支配しつつあった藤原氏、特に藤原中丸が自らの自由になる紙幣的存在を求めたからであるという考え方である。すでに、 藤原氏は、大友氏などの昔からの軍事系有力氏族を、駆逐して 5F を掌握していたが、より自由になる存在が欲しかったのではないかとされている。藤原仲中丸の乱以前の中 F、樹刀、守るの長は、藤原氏が、ほぼ独占している。上記のように樹刀を守ると、中 F は設置の経緯や所属する将兵の出身階層が告示しているが、 両者を比較した場合の相違点として、下記の点が挙げられている。設立の経緯から一貫して、藤原氏に忠実であった、中衛府と異なり、樹を守るは、藤原中丸の乱の際には、藤原中丸に敵対する、後見上皇側の主戦力として、大きな役割を担った。これは、もともとが、後見上皇の皇太子時代の親衛隊的な存在であったため、 守の蝶が、藤原氏であっても一貫して、後見上皇に忠誠を置く集団であったからと、考えられている。また、第二次寿刀とネリの前身である木戸ネリは、他のトネリや表演には見られない、牙のトネリという性格を持っているため、樹刀、守る自体が、騎兵からなる舞台であるという説もあるが、確認できる記録はない。発足当時は、正しスケマイナス氏の四刀間、後に、 藤原麻丸の乱前後に大将中将将に焦燥となった。この下の実際の戦力として、受刀どねりが定数400名。中 AF やこの F では、ほぼ同じ規模の人数に対して、医師、区政、番長、支部、自家庭が付属しているが、樹刀守るについて不明。変更の時期についての、はっきりとした記録はない。俗に本記においては、 天平法治8年7月の上には、受刀単位という休館職名が見られるのに対して、すぐ後に起こった、藤原仲丸尾の乱を記述する9月の上では、受刀将尉、受刀将僧という新休館職名が混在している。ありがとうございます。